森九4月25日から1945年8月15日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。以下位君等高級は正四位、組東高三級。高知県高知市八県町にて銀行員の森小杖の長男として生まれる。広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、 1916年5月、陸軍士官学校を卒業し、同年12月、騎兵少尉に任官し騎兵第13連隊付となる。陸軍騎兵学校で学び、陸士付け、陸士教官などを経て、1927年12月、陸軍大学校を卒業。騎兵第13連隊中隊長、参謀本部付け勤務、参謀本部員、参謀本部付け、 関東軍参謀、騎兵学校教官、陸大教官などを経て、日中戦争に第一軍参謀として出征。陸大教官を経て、第六軍参謀副長に就任し、1941年8月、陸軍少将に進級し、太平洋戦争を迎えた。第六軍参謀長、憲兵司令部本部長などを歴任し、第十九軍参謀長となり、 安本に進出、ジャワ島の守備などを担当。1945年3月、陸軍中将となった。参謀本部付けを経てこの枝一師団長に就任し、宮城警備に従事。1945年8月14日、ポツダム宣言受諾に際し、東部軍管区参謀、宇和広中佐の訪問を受け、少々筆金の方針を確認する。その後、 蓮沼茂マ・重部官庁の元を訪ね、師団長室に戻って間もなく、東部軍管区司令部に参集を命ぜられ、田中誠一司令官から正式に終戦の対面を伝達される。8月15日未明、宮城事件が勃発する。この時、この絵師団司令部の師団長室において、議定の白石通教中佐と談話中であったが、伊田正隆中佐、 椎崎次二郎中佐、畑中賢治少佐、久保田健造少佐らに面会を強要される。伊田中佐に決起を迫られたが、クーデターへの参加を拒否したため、畑中少佐から発砲を受け、さらに、航空士官学校の上原重太郎大尉に、軍刀で切りつけられ殺害された。上原大尉は、上司である、陸軍航空士官学校長、 徳川義徳陸軍中将の強さもあり、その後自決した。なお、久保田健造少佐は、白石中佐の首をはねたものの、森中将には手をかけていないことが、東部憲兵隊の公式記録や事件現場の状況、本人の証言等から判明。上原重太郎隊は、森師団長の肩を切ったことが同様に判明。墓所は、静岡県寸東郡藤霊園。 ありがとうございます。